よし、どれだ、こいつか。あ、やべ、メール来てる。はい、えい、えい、あー、オッケー、了解です。言葉、あー、返信、これだね。オッケー、あー、とりあえず今こんなもんか。はーい、お疲れっす。お疲れ様です。えいっす。お疲れ様です。はいっす。え、もう終わったんですか。あ、もう終わった。え、もうちゃちゃっととりあえず終わらしましたよ。この時間ですか。いや、もうね、いや、これくらい時間あれば余裕でしょ。さすがっていうか、え、さっと終わりますよ、そりゃ。なるほどなるほど、はい、大丈夫です。さすがっすね、ほんとに。あー、いや、もうもっと言ってやんね。え、これなんですか、これ。え、これ、いや、これは、いや、別に僕の椅子ですけども。はい、僕の今使ってる椅子ですけども。え、前こんなんでしたっけ。あ、ね、ちょっとね、また買い替えたんですよ、これ。あー、そうなんですか。そうそう、え、これどこのなんですか、これ。これはね、これ書いたんだけど、はい、AK レーシングっていうところでのゲーミングチェアだね、本当に、ね、ゲーミングチェア。そう、ゲーミングチェア。まあ、ゲーミングチェアって言ってるけども、まあ、ゲーマーの人もまあ使うし、はい、あと最近だったら、うん、オフィスで使うような人らもいるんだけど、うん、まあ座り心地がいい、はい、これに座ったから、うん、なんかその仕事も早く終わったとか。そういうことか。もう効率が全然違うから。団地です、これは。そういうことなのね。そういうことです。5分で仕事終わります、今僕はこれのおかげでね。はい、1日かかるのが5分で終わりになったとか、これ、うん、効率がえぐいですね。効率やばいと。はい、なるほど。まあ、そもそもこのゲーミングチェアっていうのを何かっていうのをね、説明すると、はいはい、その、まあ、名前の通りゲームをプレイするのに最適な、環境をこの椅子が、まあ、提供してくれてるみたいな感じで。じゃあ例えばこの椅子のこの肘掛け部分とかがすごい、アップダウン、その上下もそうだし、左右前後も動くんですよ、これって。だから例えばパソコンのゲームとかね、 PC ゲームとかをやるときに、はいはいはい、まあ、ちょっと自分はここの位置に肘を置きたいみたいな。あ、ありますね。そう、結構あるんですよ。だからそれをそのもうしっかりと合わせられるというか、自分がここがいいっていうところに椅子側がこう合わせることができるようになっていて、まあ、いかに快適に、ゲームをやるかっていうところに特化した椅子なんだけど、これってデスクで使うっていうところをこう特化してくれているから、うん、本当に仕事とか、そう、それこそ僕だったらパソコンでやっぱ作業するんだけど、うん、そのパソコン作業をするのにもめちゃめちゃ向いてるから、そのゲーム用だけじゃなくて本当にデスクワーク、仕事用の椅子として使う人たちも今はもう出てきてるっていうような、それがゲーミングチェア。もう座って作業することにおいて、うん、もう何でも、まあ、最強ですね。でね、こいつ、うん、今肘掛けの話はしたんだけど、はいはいはい、普通の椅子って倒すことできるじゃん。リラックスしようと。あ、そうそう、リクライニングできるじゃん、はいはい、これ行き過ぎるんだよ、リクライニングが。行き過ぎる。ね、180度いけるんですよ、はい、もうベッドになっちゃう、そのまま。ああ、なるほど。もうほぼベッドまで持っていけるんですよ、これって。すごいな。そうでね、これがちょっとね、見ていただきたいんですよ、その感じを、リクライニング感を。なるほどね、はい、はい、ちょっと撮ってもらっていい。あ、僕が持って。そう、はい、はい、じゃあちょっと倒すんだけど、はい、これが今ニュートラルな状態、ね、ニュートラルですね、はい、この状態からちょっと倒すよ。はい、はい、いくよ。はい、まあ、この辺まで行くじゃん、普通は。ああ、なるほど。そうですね。で、このままね、行けるんですよ、これ。まだ行けるんですよ、これ。え、まだ行く。いや、まだ行く。行き過ぎ。まだ行くんですよ、ほら。これこれわかる。これわかる。大今200度ぐらい行ってんの、ほんとこれ。いや、これ行ってますよ、余裕で行ってんので、何がすごいってさ、これ倒れてるんだけどさ、はいはいはい、僕、はい、椅子がぶっ飛ばないよ、これ。倒れてないじゃん。あー、なるほどね。わかる、足元見るとわかるんだけど、はいはいはい、これだからね、もうマジでどこまでの、どういう重心の取り方してんのみたいな、確かに、感じなんですけど、
戻るよ、戻、はい、戻、あ、これ、あ、もう、ちょ、手貸して、手貸して、よいしょ、リクライニングしたのに全然心がリクライニングしなかったよ。まあ普通はあそこまでやらないからね。ちょっと怖いですよね。そう、マックスまでやるとあそこまで倒れるよっていうのをやっただけで、多分普通はねみんなこの辺で止めるんですけど。そうですね。そう、でもこれね今やってほらこれちょっとね揺れるんですよ。そう動くんですよ、こんな感じで。だ余裕があるというか遊びがあるみたいな、ね、遊びが、そう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 、遊びがあるから、そのさっきみたいにそのもう180以上もいくし、うん、あとそのこの微妙にゆりかごのようなこんな状態になるから、スラグ、そう、まあ寝る最強のゲーミングチェアですね、これね。うわ、はい、ください。え、嫌です。嫌です。僕のです。わかりました。はい。シャーなし諦めます。いや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 、権利ないから、権利シャーなしじゃなくて僕のなんだから。あ、そうだね。そうですよ。あ、そうなんですね、じゃないでしょ。ちょっと分かってなかったです。いやいやいや、俺んちや。なんだそれ。え、じゃあここで普段ご飯とかも食べてるんですか？うん、ああ、まあそういう時もあるね。はいはい、ソファーがあるからそっちで食べることもあるけど、うん、まあこっちで適当におにぎりとかさ、作業バーッとして、はいはいはい、もうこれパッと食べてすぐ作業に戻るみたいな。ああ、なるほど。そう、もうだから食事すらも効率化みたいな、そんな感じ。あの、え、この椅子を座ることによって、あ、そういうことですね。早くなるみたいな。そうそうそう、だから普段だったら10分ぐらいね、うん、まあ、10分15分ぐらいご飯こうかけるじゃないですか。それでも結構早いと思いますけど。確かにね。まあでもそれが僕これ座ることで大体3秒ぐらいでね、3秒とかね、食事が終わっちゃうんで。なるほど。もう1日がこうすごい圧縮されますよね。めっちゃ効率いいじゃないですか。そうそうそう、3秒。じゃあなんですけど、はいはいはい、じゃあっすよ。はい、あのね、うん、何ここに、はい、これゆで卵あるんですよ。ああ、これあるじゃないですか、はい、ゆで卵。ゆで卵ありますね、はい、はい、この3つですね、はい、まあ、食べていただいて、スピード勝負ですよね、言うたらスピード勝負。はい、これを勝負、誰と勝負すればいいの俺。一応誰と勝負するの俺。一応ですね、はい、ゆで卵3個早食いっていうのが、まあ、はい、参考記録みたいなものが一応ありまして、はい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 、まあ、もう有名な、はい、水がなんたらのボンさんみたいな、はいはいはい、ところの方がですね、はい、まあ、21点ちょいみたいな、3つを、はい、21秒ちょいで食べてるんですよ。はい、でそれを目指せってこと。この椅子座ってたら、はい、まあ、ワンちゃんも10秒かからないんじゃないかなみたいな、はい、1個3秒くらいで。そう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 、全部食うってこと。いけるんじゃないですか、その今の理論で言ったら。ああ、なるほど。はい、そういう思ったんですけど。なるほど。まあでも確かに、はい、まあ、そもそもやっぱり僕早食いなんで、ね、それにこの椅子が加わったら、まあいけそうだよね。いけるっすよね。うん、やってみましょうか。20秒切ればいいんでしょ。そうです。ああ、オッケーオッケーオッケー、余裕余裕余裕、いけるいけるいける。AK レーシングがあるから俺には、ゲーミングチェアがあるから俺には余裕ですね。わかりました。はい、はい、じゃあそれでは、はい、ゆで卵を3つ早食い勝負ではないな。早食いチャレンジ。はい、ちょ待って、ちょっとね、あ、ちょっと待って、ドキドキしてるから今俺。なんか心拍数が上がるんだよね。なんか知らないんだけどこれ。はい、 OK です。はい、いきます。はい、よーい、スタート。お、早っ。ついや、これマジきついと思うんですよ。うん、すごい、でもすごいよ。うん、うん、涙目で今俺。涙目ですね。はい、俺記憶がですね、はい、50秒24です。いかがですか今の気持ちは。いや、ちょっと悔しいですねこれ。悔しいですか。、うん、悔しいですね。このね、うん、いい椅子に座ってると思うんですけども、はい、どうでしたか。早くなったんじゃないですか。やっぱ限界があるね。限界があると。はい、食べるのは変わらさすがに関係ないと。
変わらん無理はい、ということで、食べる効率は上がらないことは分かったんですが、はい、はい、作業効率はものすごく上がる AK レーシングさんの、そうですね、はい、ゲーミングチェア、はい、はい、こちら、気になる方は概要欄に URL ございますので、はい、そちらの方をぜひご確認くださいと、はい、はい、じゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。